はいどうも、ショイティムです。そして寺村さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、本日コラボ企画ということで、こちら M2 スポーツフィールドさんに、今回は、来ております。元プロ野球選手の、はい、寺村智和さんに、はい、今回お呼びいただきまして、はい、よろしくお願いします。肩が変われば野球が変わる。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここに来させていただいた経緯なんですけども、はい、僕と結構仲良くしてる走れ大井ちゃん、あ、はいはい、大井さんですね、はい、藤川さん、はい、がですね、はい、動画出していたのを見まして、はい、ありがとうございます。僕も今肩痛みがちょっとあって、なるほどなるほど、困ってまして、はい、ちょっとすごいなんかいい効果を感じたっていう、あ、そうですね、直接の LINE とかもいただいて、はい、言ってたので、はい、ぜひともと。そうですか、ありがとうございます。まあ本当、大井さんも肩のこと悩んでたり、はい、藤川さんもだいぶちょっとね、映像的にも衰えてきてるような感じがあって、そうそう、僕のことで32なんですけど、あ、そうですか、はい、ずっとピッチャー系の YouTuber とずっとやってて、はいはいはい、昔は結構バンバン投げてたんですけど、はい、ちょっと形、そうみたいですね、はい、今こう野手転向っていう形で、はい、ちょっと投手はしたいけどもちょっと抑えて、はいはいはい、野手っていうふうにやってるんですけど、はい、結局やっぱり野球やると投げたいって思ってしまって、ね、はい、やっぱり投げれても本当速攻性のある治療とかが多くて、はい、持続しないっていうのが今現状になってまして、そうですね、はい、今回ちょっとすごい機材があるということで、はいはい、ちょっとご紹介いただきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回肩がね、劇的に復活するという器具、それがこちらの器具になります。腹筋器具のようなものにチェーンがついてる、なんだこの輪っかの器具は、輪っか部分にはカタロギーと入っています。今回はこちらの器具を使ってトレーニングをしていきます。でこちら、カタロギーという、ね、はい、お名前 の、はい、なんかすごいこう金属の丸い円の、なんかこれは何なんだろうって、ちょっとそうですね、トレーニング器具になります。肩専用の、肩専用、はい、それなんで肩で、はい、ロジックの、理論とかそういうので、ご造語でカタロギーという、はい、なるほど、はい、なんかあれですか、プロ野球時代は、はい、投手として、はい、そうですね、いらっしゃると思うんですけど、はい、プロ野球時代に何かこういうのがあったらいいなとかっていうのは、ああ、もちろんもちろんそう思ってました。昔はなかったですね、はい、セラバンドとかああいうバンドみたいなのが最先端の技術で、はい、小さい筋肉を、小さい筋力というかそういう刺激でトレーニングしていく、まあ本当に150キロ投げたり、毎回こう登板、ね、先発だったら1日登板してその6日間のケアとか、あと中継ぎだったら毎日ですよね、はいはいはい、それに間に合うぐらいのトレーニング、もしくは間に合うぐらいのリカバリーがやっぱり当時だったらなかなか難しかったなというのを感じてて、はい、やっぱりケアとか、あとトレーニング技術ですよね、はい、それを集約した器具になってます。これはもう完全に寺村さんの考案で、はい、作られたもの。もうもちろんです、私がもう全て特許を出願して、まあ特許取得までして、はいはいはい、ちなみに今って、はい、どういうことをされてるんですか、普段は。普段は、基本的にはこのカタロギーを宣伝するために動いているのと、はいはい、あと、まあ個人的に整体とか、はいはい、そういうのを連絡もらって動いてますね、はい、そういう、あと少年野球教室、野球教室、はい、だからもう本当に今少年野球教室とか、はいはい、少年少女野球教室か、そういうので、やってますね、はい、野球の活動は、はい、少年野球とか少年少女野球の、はい、活動では、はい、カタロギーとか実際なんか、あ、もう使って、はい、子どもたちにやらして、まあ本当にプロが求めたい技術を子どもの時から触れ合って、はい、肩をなるべく酷使しないようにリカバリーしないして技術を上げていけば、やっぱりその子たちが長く野球人生を楽しめるとか、そういう技術があれば普段ここだと怪我してしまうところを、まあ、すり抜けられて怪我のリスクがすごい最小限で野球が上手くなるというところを目指して子どもたちにも使ってもらってます。いや、キャッチボールやりますか、あ、先に、はい、今の現状わかります、うん、と、その前に
M2 スポーツフィールドの紹介をしていきます。はい、このようにトレーニング器具がずらっと並んでおります。そしてたくさんのサインありますね。プロ野球選手のサインがたくさん飾ってあります。そして外観はこのような感じとなっております。見た目はね、倉庫っぽい感じがしますが、建物に大きく M2 スポーツフィールドと入っております。埼玉県越谷市にある大型室内練習場になります。詳細は概要欄からチェックお願いします。回転いいっすね。綺麗。あ、ちょっと抜けるんだ。なるほど、そう抜けてんだ。あ、なるほど。そこら辺がきついよね。いいボールいいけどきついっすよね、肩の。ほんと指のこの押し込みだけやってる感じに。これだな。そうですね。翔平さんもこういうボールがいいですね。本当ですか。あ、もうよかったら大丈夫ですよ。はい、お任せします。あ、これだな、これずっと痛いままやってきたってのもあるよね。基本的に肩ってやっぱトレーニングとか、まあ、カタロギーとかやっていくと一番いい状態でパフォーマンスが毎回してくれる、はい、で痛い人っていうのはこれが例えば100球中1回しかなくて80のところで通過やって低いところ でバラバラになっちゃうから、はい、時々急にランナー出た瞬間ババババっておかしくなったりとかするんですよね。うん、安定性が欠ける。そうですね。今の軽いキャッチボールでもすごい。わかりました。安定してない。そうですね、はい、肩の動きが安定してない。そうです、まあ、重いっていうのは正直。右の方が全然重いですし、はいはい、やっぱりずっと痛いまま投げてきたので、はい、さっき投げてみてもやっぱりこわばりがこの辺でやっぱあるんで、それで安定性がなくて時々、急に硬くなる感じで抜けてっちゃうんですよね。あの怖いとか筋肉が勝手に反応しちゃう。そうですね。さっき寺山さんがちょっとこうニヤってしてたところは本当にずっと同じように投げてるつもりだったんですけど、はい、なんかあ、なんか変だ、はい、抜けたみたいなのはあったので。そうですね。そうですね。まあ、ピッチャーあるあるですから、肩の痛い時の。そうですね。3種類です。3種類です。たった3種類でその肩が飛躍的に変わって、はい、でまあちょっとその後投げてもらって、はい、どう変わったか、はい、それを試してもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ座っていただいて、はい、で寝てください。寝ます。はい、はい、じゃあ手出してください。これが寝る時のポイントってあるんですか。いや、背骨をしっかりくっつけてもらって、お尻をなるべく高い位置でやる。はい、あ、もう全然それぐらい。あ、いけそう。で、あとバンドをかけてもらって、はい、重りが肘の位置に来る。それが重要です。はい、じゃあ、最初手開いてもらって、この時手開いてなるべく力まないように、はい、背屈させるのがポイントです。で、こういうことですね。これどうですか、この位置。肩甲骨が結構後ろに行きながら、そうですね、でこう痛い、はい、これ痛いっていうのはなんか傷ついた。そうですね、傷ついているのとやっぱり肩甲骨と鎖骨の部分、まあ肩の関節ですよね。肩の関節がもう悪い位置にいてぶつかりが出てる可能性があるので、それを、他の筋肉も、ほぐしながら微調整していく感じですね。肩甲骨が
着してるんで、うん、それをどう緩ますかによって変わってくるっていう感じですね。この辺どうですか？全然大丈夫。大丈夫ですか？はい。この辺からは。あ、大丈夫です、大丈夫です。さっき痛いところもうだいぶ取れてるの分かります？そう、分かります、はい。はい。たったこの動きをするだけ で、ね、このポールに乗った背骨と肩甲骨の位置が変わるだけで、はい、その動きが良くなって、まあ、脂が刺さった状態みたいので、はい、まあ、さっき痛かったところでももう上がるようになってきて、はい、で、あとここで少しこういう感じで肩甲骨、この辺どうですか？引っかかりは、引っかかりはあるけど痛みはないですか？ああ、じゃあだいぶ緩んでますね。多分痛みがあるところでやらなくていいので、はい、そのできるところでやってもらって、で、ちょっとずつ血流が良くなったり動きが良くなってくると、その痛みもあの通過するようにできるようになってくるんで、この辺どうですか？あ、全然大丈夫です。ここさっき痛かったところです。あ、全然痛くないです。そう、マジですか？あ、全然なんか、だ、翔平さん自体肩甲骨の後ろはあのポテンシャルとして柔らかいです。柔らかいです。ただやっぱ前が相当、酷使されてて硬いんで、さっきカタロギーに乗ったことによって肩甲骨が下がるってことは前が広がる、はい、胸郭が広がる、そこが広がっていけばパフォーマンスは、まあ今スリークオーターかもしれないですけど、もうちょっと上から投げてみて変化球投げたりとか、はい、あと気持ちいいところであのスリークオーターでも投げれたりすると思います。本当ですか？はい。どうぞ。なんか違う、あれ体がすごい前に、そうそうそう、ただ気持ちるんで、そうっす、まさかこっちの足がこうなると思わなかった。投げ方なんか近いのよ、すいません、今俺自分でもおかしかった、今エグかった、プシュみたいな、ポンって乗せるだけで勝手に出ちゃうんですよ。いや、びっくりした今、キレ半端なかった。一番近いのにすいませんっていう気持ちと、そんなエグともなかったっていう、種目しかやってない。マジっすか？だから肩のやっぱり根本的な、いい位置をカタロギーの位置で決めてあげて、それを活発化させる、はい、それなのでトレーニングみたいな、あとは投げるのに直結した動きなのですぐパフォーマンスに出せる、はい、いやー、ちょっとこれはびっくりしました。本当に。本当ですか？こんなもう全然投げれてないですもん。あ、本当ですか？やっぱ痛いんで上からして横から投げればあったんですけど、はいはい、今結構上から自分の中では投げてる感覚でいたんで、はいはいはい、そうですね、ね、一回ちょっとカタログ経験してもらったら安定さは減りましたよ。そうですね、 10% って言われました、ね、10% でこれか、ちょっと、はい、本当1分2分で、はい、さっきやってもらった、10回15回を3つの種類だけで肩が、はい、ここまでいくと、そうですね、これはあのガチですよ。全くやらせじゃないです。本当に肩が変われば野球が変わるんで。だから肩が柔らかくなることによって、やっぱ下半身とか体幹、あと左側も勝手にその肩に合わせてくれて投げれるんで、本当にフォーム自体が簡単に、多分投げてるのにボールが行くようになるって感じると思う。そうですね、はい、びっくりしました。体本当に前にこう、はい、つるんていく感じ、はい、そうですね、はい、肩が柔らかいんで、ここで怖さがないと勝手にやっぱりパワー出そうと他の部位は言う、あの思ってるんで、はい、それに対して肩が応えてくれる、はい、それなんで肩が変われば本当に野球が変わると思う。ピッチャーなんか特にですね。そうですね、はい、140目指してるんですか？そうですね、肩痛の中で135出るのは、まあ、ちゃんとあれば140、もちろんもちろん出るんじゃないかなと思ってる。その協力をさせてください。ぜひお願いします。お願いします。はい。
この後は何か。そうですね、フルセット、ストレッチからカタロギーのストレッチ、まあ、あともっと細かいトレーニングがいろんな種類あるので、翔平さんに合わせてそれをちょっとプログラミングして、やってもらって、その後にまたキャッチボールをしてどれだけ変わったかっていうのを試してもらいたい。わかりました、はい、一応スピード感持ってきたんで、あ、それでもそうですね、わかりました、はいはい、じゃあ今日はちょっとこれこのぐらいにして、はい、1本目のところこれで、ああ、そうですか、はい、はい、というわけで、本日はですね、はい、寺村さんに、はい、まだ 10% ですけど、そうですね、カタロギー使わせていただいて、はい、10% のトレーニング、そうですね、どうなったかこのビーフォーさんもだいぶめちゃめちゃ変わりましたよ、はい、本当ですか、よかった、本当びっくりしてるんで、はい、次回の動画ですね、はい、もうカタロギーをもうフルで、そうですね、しっかりやっていただいて、多分今回よりさらにパワーアップした、はい、投球と見せれると思うので、そうですね、はいはい、ぜひともチェックしてください、はい、はい、で終わります、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。